S&WM&P は S&W 社が開発した自動拳銃である。M&P とはミリタリーポリスという意味である。スミスウェッソン社が開発したポリマーフレーム拳銃であり、法執行機関での採用を目指して開発された。同社はすでに S&W シグマや SW99 といったポリマーフレームの拳銃を製造していたが、 それらのノウハウをもとに、トリガーの改善や人間工学に合わせた、クリップデザインも取り入れて新たに設計された。アメリカの警察だけでなく、台湾の警察も老朽化した S&WM5904 に代わり M&P のコンパクトモデルに更新しようとしている。その他、フランス、オーストラリア、カナダ、インド、コロンビアなどの警察で採用されている。 ストライカーによる激発方式、ポリマーフレーム、トリガーセーフティフレーム下部のマウントレールなどグロックとの共通点が見られるものの、トリガーセーフティはグロックシリーズと異なり、トリガーがアッパートリガーとロアートリガーに分かれた中折れ式となっている。アンビサムセーフティのオプションがあるほか、モデルによってはサムセーフティが追加されることがある。 グリップは背面から側面までを覆う一体式のストラップを交換でき、使用者が手のサイズに合わせることが可能なよう設計されている。フレームにはデュポン社のポリマータイトルが使用されている。またフレームの内部にはステンレススチールのインナーフレームが収まっており、銃全体の合成を補強している。主なバリエーションの他に22口径ロングライフルを 使用する M&P22-45ACP を使用する M&P45 またすべてのサイズにコンパクトモデルが存在している。M&P シールドは部品の互換性がないサブコンパクトモデルでシングルカラムマガジンを採用している。ありがとうございます。